い、どうもこんにちは、ココロです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画は、はい、こちらとこちらのファンデーションカバー力対決をしていこうと思います。まずは紹介から。こちらみんなが大好き、エスティローダーダブルウェアステイインプレイスメイクアップ、お色は17番ボーンになります。でこちら楽天で購入したんですけども、こういうポンプがついて5500円でした。で私がいつもこうお化粧してる今まで絶対王者だったんですけどがこちら、ザ・フェイスショップマジックカバー BB クリーム。こちらもこんなんですけどね、めっちゃ使い込んでるんですけど、これで私は作られております。カバー力がすごいよっていう動画別でご紹介してますんで、よろしければこちら見てみてくださいね。はい、でコメント欄からいただいたんですけど、このもうみんな知るでしょ、みんな知ってるし、なんやろう、使ってる人もめっちゃ多い、まあ、YouTuber の方でも概要されてる方すごくいっぱいいらっしゃる、このエスティローダーのダブルウェアとこちらの BB クリーム、私おすすめのやつなんですけど、おすすめっていうか、まあ、カバー力がえぐいからめっちゃリピートして買ってるやつなんですけど、こちらのカバー力対決をしていこうと思います。ルールは簡単で、油性の線ペンで手の甲に AB と書いて、その文字が見事隠れてカバーできるかどうかの対決です。さて全力でカバーしてくれるファンデーションはどちらなのか。では早速こちらのマイネーム、すみっこのやつね、油性の線ペンで AB って書いていきたいと思います。これ上手に書けるかどうかっていうね、なんかあんまりさ、手にこんな油性で書くことがないからちょっとビビる。こんな感じ？はい、こんな感じに書きました。まずはでもおすすめファンデの方からいきましょうか。こっちの BB クリーム、ここに塗っていきます。 A の方に塗りますね。ではこのぐらい、はい、塗っていきます。うん、普通になくなりました。色はちょっと白目なんですけど、もう目ではどこにあるか分かんないですね。 A の字が綺麗に消えてくれたんじゃないでしょうか。でこの B のところにこのダブルウェア塗っていきます。まあね、43にもなるとね、もうカバー力だけを求めてるからね、むしろ。はい、割とたっぷりめ。はい、では塗っていきます。マジで？ちょっと待って、え、これさ、ちょっと待って、もうちょっとヒュッてやっただけでさ、ちょっとヒュッてやっただけでもトントンするか、トン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 してもムラになるな。あかんな、ちょっと何しても透けて見えますね。割と量はたっぷり塗ったんですけど、むしろね、この B の方を多めに塗った、そのダブルウェアの方をむしろ多めに塗りましたけど、こんな感じです。結果出るの早いな。ちょっと間時間置いてみたんですけど、こんな感じです。見えるかな。え、ちょっとこれまあまあ衝撃じゃないですか。私ダブルウェアってね、エスティローダー様やしね、ほんで夏に崩れにくい、あとカバー力があるっていうので、すごい評価が高かったので、てっきりカバー力めっちゃ強いんやと思ってたんですけど、マジか、マジこれ、ちょっとまあまあたっぷり塗ったんやけどね、全然やで、全然、いや、まあ全然言うとあかんけど、だから多分なんですけど、私みたいなその完璧なカバー力、黒いクマとかシミとかそういうのをちょっとでも透けさせたくないっていう方はこれ向かないかもしれないですね。若い方で割と使ってらっしゃる方が多いのかな、それかお肌綺麗な方とかが使われてるんだろうか。でも私てっきりね、カバー力めっちゃあるんやと思ってたんですけど、これ隠れませんな隠れへん、マジで嘘。5500円もしたまあ私の場合はやっぱりこうちょっとしたシミも透けさせたくないので、確実にこっちを使おわないともう無理だね。私ここにホコロあるので、ファンデーションの売り場とかでホコロが隠れるかみたいな感じで塗ってみたりはするんですけど、ここまで透けへんかなぶっちゃけカバー力ないんや、
カバー力っていうんじゃないんやね、これ多分。テクスチャーなんですけど、どっちも割とベトベトした感じ。まあ、割とこう、こってり塗ったので、それでベトベトかもしれないんですけど。あ、乾いたらこれ全然動かへんわ。でもこれ逆にね、このエスティの方ね、あの、油症の方が崩れちゃった時に、これ直されへんパターンちゃうかな。ポロポロなる。だから、塗ったらガチって固まっちゃうタイプじゃないですかね。これ使われる方は夜とかがあまり気にならない方、お化粧直しそもそもあんまりせえへんわっていうタイプの方、あと油症とかでこうグズグズになったりとかしない方、まあ、お肌が綺麗な方向きじゃないですかね、うん、普段そんな厚化粧っていうか、なんかもう隠すようなお化粧をする必要がない方に向いているんだと思います。まあ、そんなねお肌綺麗な方はね、こんな濃いファンデーションいらないのかもしれないから、まあ、それは用途だと思います。なのでカバー力で言ったらこっちで、完全ナチュラル思考もしくはお若い方に関しては崩れにくさはすごくあると思うのでこちらという形ではないでしょうか。まあ、今回でもカバー力対決なんで、カバー力では完全こっちが勝利になります。これはもう私的にはもうこれは使うことなくオクラ、オクラこんだけさ、こんだけさ見えてた無理やで、使われん、怖くて怖くて、ちょっとこの透けっぷりからこの子に期待することはちょっとないですね。私はちょっときついかなと思います。なんかねファンデーションもね、あのもうちょっと自然にした方がいいよとかいう方もいらっしゃるんですけど、私もね元々がねもう濃いの、ずっとずっと濃いの、もう20代から濃いの、もうそれはずっと濃くて、ほんで今もう40代でしょ、43とかで今さら薄くできへんねん、怖くてっていうのがあって、でまあチーク塗るにしろ何にしろやっぱり何もなしにした方が映えるかなっていうのがあって、まあライン引くにしろね、眉毛描くにしろ何にしろ、なんかやっぱりこう全部なくしてからこう描きたかったりとか色つけたかったりとかするタイプなんで、どうしてもこうくすみとかは全て一回取ってしまってからあのお化粧したいなと思うタイプなんですよ。なのでまあナチュラル思考とかもうちょっと自然にとかもうちょっと年相応にとかおっしゃる方からしたらすごいこうね、濃いやん今日前って、濃いやん今日前って思うかもしれないんですけど、私は濃くしたいというか、やっぱくすみとかは全部消していきたい。いや、そのコメント欄でいただいたので、まあこれ多分カバー力、私もすごいカバー力があると思っていたので、でそのコメントくださった方もカバー力すごいあると思われてたと思うんですよ。なのでこれとの比較みたいな感じでまたしていただけたら嬉しいですみたいな感じでコメントいただいて、で私もそれすっごい試してみたかったんで、わあいいアイディアいただいたと思って今回試してみましたが、やっぱりこちらが圧勝ということで、やっぱり私いつも使ってるやつがマックスやったんやなってすごいカバー力やったんやなっていうのはめっちゃ思いました。これからもね、例えばいろんなファンデーションあるじゃないですか、プチプラだったらケイトとか、もうそれこそチフレとかさ、メイベリンとかさ、なんかいろいろあるじゃないですか。でそんなんの一個一個対決動画っていうのを今後また撮っていこうかなと思います。で次に出すやつがこれから撮るんですけど、ワッツって100均ご存知ですか？なんかうちたまたま近所にあるんですけど、なんか入ってみたらどっちかっていうとダイソーとかに比べたら庶民的というか、なんか日用品タッパとかなんかそういうのを中心に置いてる感じの100均なんですよ。ダイソーじゃなくあえてワッツでメガネやったりとかカチューシャやったりとか、なんかちょっとかっこいい系のものを揃えてきました。でね、割と庶民派じゃないですか店が。だからその中でちょっとこうイケてるグッズであるとかアクセサリーを置く台みたいなやつをちょっと作りたくって、もう作るって言ってももう並べるだけよなんですけど、ピアス入れるとことネックレスかけるところと、あとなんか指輪置いてメガネ置いてみたいな、なんかそういうこうアクリルでね
作るんですけど、でそのグッズも買ってきているので、そのダイソーじゃなくて相手ワッツでどんだけこうちょっとこじゃれたちょっとこじゃれた感じを演出できるかっていうので、次の動画今から撮ろうと思います。今回はファンデーション対決してみましたが、いかがだったでしょうか。またね、美容動画もそうなんですけど、私もともと雑誌開封してたりとか、今回美容動画なんですけど、なので、次あげるのは100均動画になると思うんですけど、そちらもよろしければぜひご覧ください。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。